ナサニエル・ラクソールの肖像が1815年出版。初代順段シャサーナサニエル・ウィリアム・ラクソールはイギリスの作家、政治家。1780年から1794年まで庶民院議員を務めた。議員としては平凡だったが、改装録で同時代の人物を鮮明に描写していることが評価された。ブリストルの商人ナサニエル・ラクソールの息子と、 アンソンヒルの息子として、1751年4月8日に、ブリストルのクイーンスクエアで生まれた。ラクソールは後に、サマセットのラクソールという地名の起源となった家系の末裔であると主張したが、英国人名辞典では、真偽の証明が不可能であるとした。1756年、父が破産を宣告した。1769年に、イギリス東インド会社に、 ライターとして雇用され、ボンベイに向かった。1771年に行われたグジャラートとバルーチェの遠征で、軍法会議判事と支払い長官を務めた。翌年に退職して帰国した後、ポルトガル王国の宮廷、ついでヨーロッパ北部諸国の宮廷を訪れた。1774年9月に、セレでイギリス国王ジョージ3世の妹兼、 デンマーク・ノルウェー王妃キャロライン・マティルダに面会した後、アルトナとハンブルクを訪れた。ラクソールがキャロライン・マティルダへの同情を表明したため、キャロライン・マティルダを支持して、国外追放されたデンマーク貴族と知り合いになった。ビューローとシメルマンは、デンマーク・ノルウェー王クリスチャン7世を配位して、キャロライン・マティルダを大いにつかせることを計画しており、計画に、 ジョージ3世の指示が不可欠であると考えたため、ラクソールに、キャロライン・マティルダとジョージ3世への仲介を求めた。ラクソールは求めに応じて、ジョージ3世に、キャロライン・マティルダへの指示を説得することを許諾した。ラクソールは二人の間を根気強く行き来して、仲介に努め、ついに、ジョージ3世が、留保付きで計画を指示すると明記された文書を取得して、 1775年2月15日に、それをキャロライン・マティルダに届けた。4月にイングランドに戻って、ジョージ3世への越権許可を求め、より確固とした支持を確保しようとしたが、ロンドンのジャーミンストリートで返答を待っている最中、5月19日に、キャロライン・マティルダが5月11日に指揮をしたとの知らせを受けた結果、これらの努力は水ノアーに返した上、 ラクソールの資質が補填されることもなかった。ラクソールは資質の補填について、ジョージ3世に手紙を出して請求したが、この時は、ジョージ3世に帰り見られることはなかった。同1775年、ヨーロッパ北部諸国の寄稿文、カースリーリマークスメイドイン、エイツアースルーサムオブザノーザンパーツオブヨーロッパを出版した。百七十六年にもロンドンに滞在し、 チャールズ・ディリーの邸宅で行われたウィリアム・ドット、ジョン・ウィルクス、サー・ウィリアム・ジョーンズ、ジャン・ルイド・ロルムラとの会合に参加した。ドットは、文書偽造で1777年5月に死刑判決を受けて、ニューゲート監獄に投獄されると、ラクソールに、初代ニュージェント伯爵、ロバート・ニュージェント経由で恩赦を求めることを依頼した。1777年、竜気永平 第三連隊隊長、ロバート・マナーズ教の申請により、ラクソールは、中尉の名誉階級を授けられた。これにより、ラクソールは軍務に就いたことがなかったにもかかわらず、軍服を着る権利を与えられた。同年夏に、デンハーグを訪れ、そこで、オラニエコーウィレム5世に越見した。同年に、メモワーズ・オブ・ザ・キングス・オブ・フランス・オブ・ザ・レース・オブ・バロアを、出版、さらに、 フランスでの旅について記述した、飛行文も付した。その後、1778年にドレスデンを、1779年にナポリを訪れた。1779年に、竜気英兵隊第三連隊の制服を着て、フィレンツェの劇場を訪れた時、チャールズ弱ン王に遭遇した。チャールズは、ほろ酔いの状態だったが、 ラクソールに近づいて征服に気づくと、すぐに立ち止まり、帽子を外して敬礼したという。1780年に帰国して、同年の総選挙で、ヒンドン選挙区から出馬して当選した。議会では1781年1月25日に、初めて演説し、第四次英乱戦争をめぐり新生ローマ皇帝、ヨーゼフ二世を味方につけるべきと発言、同年に、 第2次マイソール戦争の原因を調査する委員会の委員に任命された。以降も積極的に演説し、1781年から1784年まで合計で10回演説したが、ホレス・ウォルポールは檻の悪い滑り出しになると予想した。これは1784年から1794年まで、ラクソールが1回も演説しなかったことから現実になってしまったとされる。 議員就任直後に、キャロライン・マティルガへの手助けの件を取り上げ、首相ノース卿から選議員を受け取った。ノース卿がラクソールに支払いをした理由はラクソールの議会での指示を取り付けるためであり、ラクソール自身によると、ノース卿は政務次官への任命も許諾したが、これは実現しなかった。1 7 8三年二月にノース派として、首相シェルバーン伯爵のアメリカ独立。 戦争予備講和条約に反対票を投じたが、同年11月に、チャールズ・ジェームズ・フォックスが提出した東、インド法案には反対票を投じ、これを機に、ショーピット派に転じた。1784年イギリス総選挙でも、ショーピット派の一員として、ラガーショル選挙区から出馬、無投票で当選した。1784年以降は、 ショーピット派として第一次ショーピット内閣を支持した。1787年1月に匿名で英称とレビューオブザポリティカルステートオブグレートブリテンというパンフレットを出版。2月23日にはフランス語訳が出版された。ラクソールはこのパンフレットでウォーレン・ヘイスティングズを弁護し、大大ジョージに国益を図るためにカトリックの愛人や 接想のない取り巻きを捨てるよう求めた。パンフレットは論争及び、大大使ジョージはデブレットを文書引き材で訴えると脅したという。1790年イギリス総選挙でウォリングフォード選挙区に倶楽えして無投票で当選した。1794年ウォリングフォード選挙区を掌握していた初代順弾者クサーフランシス・サイクスの求めに応じ、 議員を辞任して議席をサイクスの息子フランシス・サイクスに譲った。1813年12月21日、摂政王太子ジョージにより巡断釈に除された。1787年のパンフレットでジョージを批判したにもかかわらず巡断釈に除された理由として英国人名事典はラクソールは1787年のパンフレットの 著者であるという事実をジョージが知らなかったためだとしている。1815年に改装録を出版した。初版宣部はわずか5週間で売り切れたが、元在イギリスロシア大使セミオン・ボロンツオフ伯爵に文書引き罪で訴えられたため2冊は一時中断された。ラクソールは有罪判決を受け、500ポンドの罰金登録、過月間の投獄を宣告されたが、 ボロンツオフの働きかけにより3ヶ月に減刑された。そして、釈放されたラクソールはすぐさまに引きとされる内容を除去した第2版を出版、わずか2ヶ月後の8月に売り切れた。同時代の文学雑誌では、クォータリーレビュー、エディンバラレビュー、ブリティッシュクリティックが抜き並み批判したが、ラクソールは1818 18年に第3版を出版して批判に反論した。 ラクソールの回想録は、前半が1772年から1780年までの大陸ヨーロッパにおける旅に関する内容で、後半が庶民院での見聞だったが、英国議会士はラクソールと親しかった政界の指導者が、初代サックビル施設、ジョージ・ジャーメインしかおらず、ラクソールが政界の秘密を知り得る、情報源が少ないと分析した上でラクソールの回想録の前半を、 ゴシップと、些細なことに満ち、後半を、ごったにと批判した。具体例として、ジョン・ドス・マッカイが、議員120名に増愛して、パリ条約に賛成させたといった、口頭無形な噂がある一方、ジョージ賛成が1783年に退位を、熟考したといった、同時代でも知る人の少ない事実も含まれている。ラクソールは1784年以降の内容に、 ついても書き続けたが、ボロンツオフの件もあって、今度は死後に出版するよう言明した。そして、1831年11月7日、ナポリに向かう道中で、ドーバーで死去、ドーバーの聖ジェームズ教会に埋葬された。息子ウィリアムが順断借位を継承した。死後の1836年に、移行回想録が出版されると、今度は、エディンバラレビュー。 ジェントルマンズ・マガジン、ロンドンウェストミンスター・レビューで賞賛された。英国議会誌によると、ラクソールの改装録が後世に称賛される理由は、その観察眼にあり、特にあまり重要でない政治家の描写が白紙だった。ロンドンウェストミンスター・レビューが、移行改装録を議会の女児誌と形容したように、 オックスフォード英国人明治天は1815年と1836年の回想録の両方で、ジョージ3世の病気、ウォーレン・ヘイスティングズの弾劾裁判、デボン・シャー・公爵夫人、ジョージアナ・キャベンディッシュ、フォックス、ショー・ピット、エドマンド・バークなどの活動が鮮明に描写されていると、表紙、英国議会士も回想録がノース政権末期や、 ショーピットとフォックスの権力争いの迫力を再現し、まるで見物人のように議員を見て、議員が話すのを聞くようという高評価を下した。1789年3月30日、ジェーン・ラッセルスと結婚に名を設けた。ありがとうございます。